さあ、じゃあこれで出口はここでまとめてるから、あ、じゃあ僕背面側だけいりゃいいんだな。いやー、よかったよかった。やりますか。こうか。できた。じゃあこれをコピってまたやるか。じゃあですね、まずはこれでちょっと一回、すでに設置済みのやつはこれで OK でしょ。でこっから先だよね、問題は。コピります。これでいいのか。2個。はい、ずれ、あれ、ベルトが取れなかった。これでいけるかな。はい、とりあえず置いちゃえ、後で直せばいいんだ。はい、さあどうかな。向こうも置いちゃうか。この時のタイミングで俺引かれたんだよね。ほい、置いちゃうよこれ。もうここ、こう、こうです、こうです。もう一個合ってっかな。あ、ずれてない。ずれ、あ、ずれてるずれてる。あ、ダメ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 。あ、これどうすんだこれ。赤でやればいいんだっけ。あ、消えた消えた消えた。ほー、危ない。上下と合わせないとダメなの。ここ2枚避けたんだな俺。こうだ、こうだ。置けそう、置いちゃえ。はい、あ、ちゃ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 、売っちゃうって、ずれてるって。もうここもないし、取っちゃえ。動いてんね。オッケーオッケー。こうです。でそれ取ってくぐればオッケーと。ほっ、であと何が、電柱が、あ、電柱取れてなかったね。オッケー、ここも必要か。で、なんだろう、繋がってないっぽいな。あ、下向きのこれがねえのか。そうかそうか。ここ、あれ、地下パイプ来てないね、そもそも。地下パイプなくなっちゃったっぽいな。ほいほい、ちょっと今怖かった。ここ一番右端だよね。右端、ここ、これ、あれ、生成所がないか。これもしかして作ってないんじゃないか、生成所。あれ、電気も来てない。あ、ここがなかった。ほい、おー、これパイプないね、地下パイプ。どうだけ作ってんの。結構上流の方だったと。これか。あー、これしかないのか。まあでも普段は使わないからな。まあこんなもんでいいでしょ。あとなんだっけ、精製所、石油、原油精製所、これ作ってないでしょ。作るとしたら、あっちか、この辺か。原油精製所でしょ。ここでいいか。これ。こうですね。きた。入れて。出す、いじます。 OK、 まあ、これで勝手に置かれるでしょう。原油の、違う違う違う、石炭の液化、
なかなかスピーディーに進んで、これで一気にまた軽油重油プロパン増えるんじゃないか。さあそろそろ置かれた。いや全然置かれてねえな。地下パイプ足んねえな。蒸気が来ていない。あ、ここがないのか。あー、地下パイプが全然足りてないね。まあまあ時間の問題でしょう。怖いよ。ほい、あぶなー。ほー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 。はあ、焦った。これ繋がってる？わかんねえな。でも大丈夫でしょう。うん、大丈夫だと思うので次に行こう。さあ使用済みの燃料棒がまた気になるよね、これ。どこに行った？貯蔵に行ったかな。そろそろ1個ぐらい使用済み行ったんじゃないかと思うんだけど、使用済み燃料棒、ちょっと物を見てみたいね。どこだ、ありそうなところ。これか、ゲット。黒い使用済み燃料棒を何するんだっけ。これをまた濃縮的な、これか、核燃料再処理。使用済み燃料棒が5個あれば、ウランの薄いのができるんだ。オッケーオッケー。じゃあこれは、いやでもどうなんだろうね、2個ぐらいでいい気がするねこれ。あ、持ってねえのか俺。確かここにあったはずだ。これ原発だ、これか。2個で、まあこの並びで一応ね。こうかな。でこの再処理で要求と、あ、目測を誤った。でアクティブに入れればいいんじゃないか。こうだね。でこれが使用済みの燃料棒入れます。できましたね。あ左右に入っちゃった。いっか、そのうち始まるだろう。3個と1個、しょうがない、入れるわ。あと1個、あ、入った。で、これをコネコネして、ウラン238の薄いやつになって、また出てくると。で、それがアクティブに入って、今度ここに入って、濃いのに変えるわけだけど、これいらない気がすんね、濃いやつも。薄いのを使いすぎると、燃料棒が作れなくなるんだよね。これが必要だから、あとウラン弾ね、減らそうか。濃縮、これやりすぎだったね。これお前はやりすぎたのだ、ビッグボス。これがいいか。こことこれ、ほい、あー、一段落したので、となると次に足んなくなりそうな石炭が必要になってくるんじゃないだろうか。この導線完全にいらないやつだね。まあいいか。石炭ね、石炭が、でも思ったより全然足りてるんだね、これ。奥まで、あれ？動いてなくね？あれ？なんで？
原油が、あ、違う違う、重油がない。下が動いてないよ、今度。下動いて、いや、満タン満タン、満タンだけど。プロパンが出せてないだと？プロパンパンパンですわ。だと重油の分解がもうやんない方がいいんだな。これ外すか。あららららら、ら、またいろいろと問題が起きてんな。プロパンがいっぱいになっただと？わかった、足すわ。いや、コピるわ。はい。置くわ。バランス感覚難しいね。プロパンの消費が遅いってことでしょ、これ。プロパンって他何使ってんだ？おーっと、これは OK で、あれ、プラスチックがいっぱいってことは赤基板が作れてない？赤基板が、お、マックスになっている？赤基板、青基板もマックスになっている？あれ？溜まっている。お、50溜まってる、溜まってる。まさかの過剰な材料が。マジで？あんだけ足んない足んないと思ってたのに、ちょっと今余剰分ができてしまったよ。あららら、あら、どうしようね、これ。ってことは、あのロケットサイロ用のこの辺のアイテムの増量をしてしまっていいんじゃないだろうか。ちょっと増量をしてみようか。これですな。ロケット制御装置。これまるっと。いっちゃっていいんじゃないか。ほい。と、あとなんだ？断熱材。断熱材も確か2セットしかないので。なんでこんな離れたところで作ってんだ俺は。これか。オッケー、作るわ。ここ、こうですな。密着良くないね。一マス開けたいね。こうです。ほう、断熱材。ほう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 。となると、ロケット燃料のやつも2つにしたいね。これ、こういうんじゃなくて、こうなるか。そうね。あった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 。はい、こうこう。置き換え、なんか無駄な気がするけどね。まあ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 、しょうがないか。さすがに4つは多いよね。アクティブ、じゃあパッシブ。ここもこれに変えるのは良くないと思うんで、まあまあまあ、96個、48マス、480個のかける2、960個あれば。あ、そうか、ロケットサイロって確か1000個で1回飛ばせるわけだから、この箱2個で大体1回だわ。これ満パンあればロケットサイロ1回飛ぶね。ていうか多分だけど、100%になったんじゃないこれ。おう、あ、あ、あ、届いてなかったか。はい。と、あと、ロケット制御装置。どうかな？動いてるね。動いてます。じゃあちょっと見に行くよ。あれ、届いてない。こっちか。はい。合ってるね。オッケーオッケー。よし、では秘密基地を見に行くぞ。さあ、ロケットサイロ。あ、ニョキッと出てきてますね、ロケットが。あー、打ち上げになってるー。ロケット部品、おー、うんと、
ロケットペイロード。おう、そうだよ、衛星を乗っけるっていう話、これなかったよね、前、さっきまで。その100番になるまでは。よし、どうしよう。打ち上げちゃう？なんかな、うん、グランドフィナーレって感じでちょっと打ち上げたいよね。ちょっともったいぶって、もうちょっと待ってみる？いや、打つ？どうしようね。わかりました、一回打ちます。続きっつうの？そのまま続けるみたいなのが確かできるはずなんで、衛星を作る、衛星、これか。ほう、あ、結構なもんだね、これまた。まあ多分揃ってるはずだけど。衛星、断熱材が100個、ソーラーパネル100個、蓄電100個。大丈夫だ、全部作ってある。ロケット燃料が50個ね、OK。で、蓄電ソーラーパネル、断熱材。これか、断熱材が100個。全部取っちゃえ。ソーラーパネル、蓄電。この辺だった気がするが、どこだ？あれ？見当たらない。あ、これか。おお、まあいいか。何枚だ？ 100 枚だな。OK。と、充電池も100枚。電池のあるところに充電池あり。電池、これだ。おお、そうかそうか。マックスやってたんだね、俺ね。あとは制御基板が100枚。大丈夫だ、たくさんある。上か。貯めといていいみたいだね、これ、もっと。開けちゃいます。100枚できたぞ。これも1列開けちゃうか。あれ、あ、青基板は100枚なんだけど、赤は200なんだね、これ。単位が違う。緑はいくつだ？緑、俺貯めてた緑。あら、緑貯めてなくない、これ。あ、これが緑も200だ。一列にしとこう。さあ、衛星作りますよ。ドン。さあ、ついにやってまいりました。なんか、もっと苦労して苦労してとかいう感じだと思ったら、なんかいつの間にかって感じになっちゃったね、これね。まあ、しょうがないか。今回はそういうプレイスタイルだったということで、敵の襲撃に怯えながら、部品を集めて、やっとの思いで打ち上げるとか、そういうプレイになってもよかったんだろうけど、まあ、今回は、なんとなくできてしまったという感じがするよ。衛星を乗っけます。どうしようね。いいの、これ打っちゃって。これちょっと線邪魔だね。あー、横にずらすか、しょうがない。ここと、ここ。ちょっと邪魔だね。ここ。こう。こうして。いや、微妙な。通れねえし。はい。ではではでは。打ち上げて、よろしいでしょうか？いいと思ってもう終わっちゃったんだよね。本当に？いいですかね？なんか、達成感があまりないんだけど、いきます。打ち上げボタン3秒前、3、2、1、ポチッとな。おう、地響きが来ました。リフトオフ。おお、おー、行っちゃったよ。おお、おお、おっと、あれ、鮭をスモークしてくれ。朝食までには戻る。
実績解除されたんですが、多分僕が前クリアしたのは実績がまだなかった頃なんでしょうね。ゲーム終了。プレイ時間86時間、なかなかやりましたね。で、まあいろいろと戦績が見れるんですけども、終了押すと終わっちゃうんで、まあ続行ですかね。はあ、長かったね。200はいくかと思ったけど、193話ぐらいかね、これ。では続行します。続行で無限研究が、あ、閉じてく。今しか聞けない効果音でしたね、これね。さあ、まだ入ってた。あ、これだ。スペースアイスバッグ、やった。あ、ってことはこれ取り出さなきゃいけないってことか。そういうことか。取り出し、おお、来た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 。スペースアイスバッグアクティブ、入れます。あ、いいのかいいのか、びっくりした。で、どこに、アクティブだからとりあえず一回貯蔵チェストに入るはず。これで無限研究が始まりますね。始まりますねっていうか、ほんと終わりがねえな、これ。正直、ようやくこれ一段落でしょう。なんか毎回毎回、一段落、一段落って言ってたけど、今回こそ、本当の一段落が訪れたんじゃないでしょうか。あ、俺、スペースポも呼んでたよね、確かこの辺で。呼んでるよね。だから、あ、吸い込まれた、もう。あれ、ここに呼ばれたんじゃ、あ、呼ばれたよね。で、流れて、あ、持ってかれない。溜まっていく一方です。まあ、しょうがないね、これは。で、研究をようやく進めることができるわけだ。ほう、まあまあ、それは今度にしよう。はい、ということで、まあ、ついにロケットを打ち上げたという感じですごく長かったんですけども、まあ、回りくどく、回り道して、ようやくというか、はい、まあ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 。でですね、まあ、これ以降は、なんでしょうね、こう、リアルタイムプレイを全部録画してもしょうがない気がするんで、まあ、研究が終わって、ロボット速度をまず上げようと思ってるんで、上げた後とか、あとあれですね、コンクリートで敷き詰めようと思ってるんで、敷き詰めた後とか、そこら辺がうまいことできたらかな。あと、あ、そう、原発やってないじゃん。本物の原子力発電をまだやってないんで、そこら辺はちゃんとやった方がいいか。はあ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 。しまった、打ち明けちゃったね、原発やる前に。まあまあいいか。これやったからね、今回ね。まあ多分合ってると思うんで、こんな感じで蒸気をまとめた先に、蒸気タービンを置けばいいんだろうなと思うんですけども。まあまあまあ、次回やるかな。ちょっとまた考えようかと思ってるんですけども、とりあえず今回の動画はこの辺で終了したいと思います。ご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画で、いや、これの続きやるかどうかちょっとまだ考え中ですが、それではまた。